空中から見た、巨洋石巨洋石は中華人民共和国北京市、昌平区に位置する万里の頂上場に設けられた、石書県要塞。天下第一遊館とも呼ばれ、南高不落の救済に数えられた。現在は、史跡として整備され、観光客に開放されている。北京市外から北西に約50キロメートル、北京を代表する観光地である、発達霊頂上へ向かう。 途中の峡谷に位置する。秋代以前の北京の最終防衛線であったため、この付近の頂上は何重にも複雑な建造となっており、巨洋関はその最も内側に位置する。春秋戦国時代、円が巨洋祭と称される要祭を建築したのが初見である。同時代資料である、漁師春秋には、天下九済巨洋その一と記述されている。 五冠の時代には大規模な要塞として整備され、南北朝時代、北儀により、頂上と連結され、以降歴代王朝が、頂上戦場の重要拠点として、軍隊を駐留させている。秋夜には北方に駆逐された元軍の再侵略を防衛するために大規模な頂上回収が行われた。再、巨洋関も、より強固な要塞として改修された。新代には、 朝廷の統治範囲が頂上戦よりも北方に拡大され、北方移民族に対する防衛拠点としての性格が希薄となり、後輩が進んだ。再び軍事拠点として、許容関が注目されたのは1937年の露光橋事件を発端とした日中戦争である。中国軍が茶春作戦を実行する日本軍に抵抗する際の拠点として使用されている。 1990年代以降は、秋夜の状態に復元が進み、万里の長城とともに、北京を代表する観光地となっている。雲台巨洋石の中心部に現代に建築された、ラマ島遺跡が残され、雲台と称される。1342年から1345年にかけて建築され、3基の仏塔がそびえていたという。高さ約10メートル、幅約27メートルで、 中央にはトンネル状になっている。トンネルは南北に貫く形になっており、南側の上にはガルーダ、北側の上にはナーダのレリーフが彫られている。雲台の6種類の文字で刻まれた分また、トンネル内部には四天皇のレリーフ、ダラニ教門と雲台建設の由来を記した作りトーク読機が刻まれている。この教門と作りトーク読機は、漢字、ランジャナー文字、 ウイグル文字、チベット文字、パスパ文字、聖火文字の6種類の文字で刻まれており、聖火文字の解読の手がかりとなった。ありがとうございます。